ユーリー・ミハイロビチコフトゥンは、ロシア・アゾフ出身の元サッカー選手。ポジションは DF。1970年、ロストフ州のアゾフで生まれた。1988年、ソビエト2部リーグに所属していた、マイナークラブの FC ルチアゾフに手キャリアをスタートさせた。1989年、ソビエト1部リーグの FC スカ、ロストフナ・ドヌニー席。1年に、 ロスチェルマシュに移籍し1992年シーズンのクラブ8位に貢献。これらのことで競合の FC スパルタクモスクワと FC ディナモモスクワから関心を引き、1993年に FC ディナモモスクワへ移籍をした。ディナモではキープレイヤーとして活躍。1999年にはスパルタクモスクワへ移籍をした。スパルタクではディナモ時代と変わらず、 レギュラーとして出場し、リーグ戦優勝に貢献をした。2005年、35歳になった、コフトゥンは衰いゆえにトップチームに残ることができなくなり、シーズンの大部分はリザーブチームのためにプレーをした。2006年、長年在籍をしたスパルタクを離れ、ファーストディビジョンに所属していた、FC アラニアウラジカフカスへ移籍をし、2007年に現役を引退。引退後は、 セカンドディビジョンの FCMVB ロッシモスクワの監督に就任。就任中にはクラブの二部昇格を成し遂げた。2010年 FC サリュートベルゴロドのアシスタントコーチに就任をした。1994年3月23日アイルランド代表との試合で A 代表デビューを果たした。1998年10月14日に行われた UEFA ユーロ2 0 0 0予選のアイスランド戦では、ペナルティエリアに入ってきたボールを弾き出そうとヘディングを、したが、クリアミスをして、オーンゴールを検証した。試合は1から0で敗れ、貴重な勝ち点を失った。2002FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のユーゴスラビア戦では、見事なダイレクトシュートを決めた。ロシア代表では1994年から2003年までの、 間に50試合に出場し2得点を挙げた。コフプトンは警告や退場が多い選手として知られている。ロシアプレミアリーグでは97枚のイエローカードに10枚のレッドカードを提示された。リーグ戦、カップ戦、UEFA が主催する大会、ロシア代表を合算すると141枚のイエローカードに14枚のレッドカードを受けた。 FC ディナモモスクワ FC スパルタクモスクワ。ありがとうございます。